向島百貨園入場門向島百貨園は東京都墨田区東向島三丁目にある都立庭園で江戸時代に発祥を持つ花園である。見どころは早春の梅と秋の萩である。墨田川七福神の発祥の地であり佐原貴空が所有していたとも言われる福六寿が祀られている。仙台出身の古等賞佐原貴空がもと 田賀屋敷と呼ばれていた土地を入手し、1804年に開園した。360本もの梅の木を植えたことから当時、亀戸にあった梅屋敷に倣って、新梅屋敷とも花屋敷とも呼ばれていたが、1809年頃より、百花園と呼ばれるようになった。江戸時代には、文人牧閣のサロンとして利用され、著名な利用者には、梅は百花に先駆けて咲くと言って、 百0園の命名者であった絵師、堺井法一や、門の額を書いた教科師、大田南保らがいた。当初梅園として営まれたが、その後、園主や文人たちの構想で鹿にゆかり深い、草本類を多数栽培した。園内には、多数の野草が植えられ、特に秋の七草その他、秋の草花の美しさで知られた。また、地線園路、 建物、三十四元の石碑などを巧みに配した地割りでも有名であった。その後も民営の公園としての長い歴史を経たが、明治以降、周辺地域の近代化や度重なる洪水などの被害を受け、明治末年頃より、その影響で草木に故死するものがあり、一時は園地も荒廃したが、後に東京市に譲渡されて1939年には、 公営の公園として出発した。福禄寿村道、向島百貨園文化元年、サーラマリキクによって開かれた梅園。開園当初は、大田南方や加藤千景などの文人牧閣が集うサロンであったが、秋の七草などの鹿に、ゆかりの深い草木類を多彩に植え込み、やがて、江戸の町人分から安熟期の文人趣味豊かな、名園として、庶民に親しまれるようになっていった。 画料灰で、名高い亀井戸の梅屋敷に対して、新梅屋敷、花屋敷とも呼ばれた。茶店では、庭で採れた梅干しが、茶受けに出された。秋の七草とかかりあんどんが描かれていて、百花園と記された印が書き写されている。かかりあんどんには、地陰の主席といわれる、花屋敷ごちゃきこしめせ梅干しも、サフルフゾの句が見える。清水清風町。 東京名物百人一首明治40年8月、向島百貨園より、抜粋1945年3月の東京大空襲により全焼し、それまで残っていた王子の建物も消失してしまった。戦後は跡地を少年向けの野球場にしようという声も出る中、百貨園として復興されることとなり、1949年に再開された。幾度か変典を経ながらも、 園内の景観は今なお、旧時の趣きを保っており、文人庭の遺構としても貴重なものである。江戸時代の花園としてわずかに今日に残るものであり、その景観、遺跡ともに重要であるとして、1978年10月13日、国の史跡及び名称に指定され、保護措置が取られることとなった。ありがとうございます。